電気自動車大手テスラがアメリカで7500ドル、およそ99万円の値引きを始めたことが分かりました。対象は小型車のモデル3と SUV のモデル Y で、年内の納車が条件となっています。テスラは今月上旬にも値引きを実施していましたが、今回は値引き額を2倍に拡大していて、需要低迷への対応策とみられています。